神々はなぜこのような見境のない罰当たりな息子たちで私を苦しめられるのか。父上、聞いて。黙れ。ファラオが話しておる。私が築いた王国をお前たちは粉々に壊し楽しむことしか考えていない。育て方を誤ったか。決して陛下のせいでは。陛下は偉大なる教師。しかしお子たちは学んでいない。何も。神恐れのガキ。あんた。父上、悪いのは僕です。兄上を焚きつけた僕に責任があるのです。うん、責任か。お前にその意味がわかるか、ラメセス。わかっています、父上。生まれながらにして自らに課せられた務めがお前にわかるか。昔からの伝統が。私が次の世に去ればお前が空に輝く明星になるのだ。神殿を一つ壊したぐらいで伝統は揺るぎません。だが弱い鎖のつなぎ目一つが王国全体を破滅に追いやる。もう下がってよい。父上。父上、悪いのは僕なんです。どうか兄上を責めないで。モーセ、お前と違いラメセスには王位を継承するという重大な責任がある。決して誤った道に誘い込まれてはならんのだ。たとえそれがお前でも。兄さんはいつも父上の顔色を。でもきっと父上の期待に応えます。その機会さえ与えれば。そうかな、ならいいが。行くがよい。今夜また会おう。